し。はい。今日は、四万十川海苔、海苔の佃煮です。四万十川の海苔の佃煮。これすごく味も濃くなくて、もうすごいご飯進みます。食べやすくて美味しいのでおすすめです。なんかいくつかいろいろ種類があるみたいなんで、食べ比べしてもいいかもしれません。なんか似たようなものいっぱいあるんで、僕はこれをよく使いますね。美味しいです。はい、ありがとうございました。